こんばんは、つばきです。皆さん、自宅待機の生活いかがお過ごしでしょうか。私は人に会う機会もなく、とっても干からびそうです。だがしかし、こんな時だからこそできることをやろうと思い、竹虎に引き続きですね、私の自宅紹介をしていきたいと思います。皆様が、興味があるかはちょっとわからないんですけれども、頑張りましたので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。では早速どうぞ。じゃーん、こんな感じです。広いんですけど、お友達のみーちゃんと一緒に暮らしております。やっぱ上京した時は一人暮らしはちょっと寂しかったので、お友達と住んでおります。緑が多いんですけど、私緑色が好きなので、緑色のインテリアを揃いました。はい、ラッキーカラーは紫です。で、私の家にはペットがいます。こちらです。デレデー、牛丸ちゃん。やっぱ北海道の私なので、牛はやっぱり1頭買っとかなきゃいけないんですよ。もう一つ、オラフが好きなのでオラフがいます。ギューッと抱きしめて、ふい。ギューッと抱きしめて、ふい。まあこんな感じがリビングでした。野球 YouTube なのでトレーニングルームもありますので、そっちも行っていきましょう。じゃん。はい、ここがですね、トレーニングルームになります。一つ部屋が余っちゃったので、みーちゃんと一緒にトレーニングルームを作りました。ランニングマシンとトランポリンとワンダーコアがあります。結構これきついんですよ。腕上げたりとか、いろんなことを試行錯誤しながら考えてトレーニングいつもやってます。はい、ランニングマシン、普段はちゃんとしたランニングシューズを履いてちゃんとやってますので、今日は私でやっていただきます。なんかわかんないけどエラーが出ました。はい、最後これがワンダーコアです。普通に体幹トレーニングとか腹筋とかもやったりするんですけど、なんか腰がちょっと痛いなとか思ったりとかするときはワンダーコア買ったりとかします。あ、俺もだけで腹筋ワンダーコア。はい、続いてですね、私の愛する道具を紹介していきたいと思います。まだ紹介しきれてないものがありましたので、ぜひ紹介させていただけたらなと思います。まずですね、こちらバッティンググローブからです。こちら緑色のアンダーマーのバッティンググローブです。すごくおしゃれですので、緑色のユニフォームと合わせたりとかします。こちらが白色の、ナイキのバッティンググローブです。こちらはですね、チームから椿今年頑張ったでしょうということで賞をいただき、チームの方々からですね、バッティンググローブをいただきました。めっちゃ嬉しいです。白なのでどのユニフォームにも合うっていうのがすごく嬉しいですね。グラブを紹介していきたいと思います。はい、以前紹介した椿子で、これはですね、椿子と言います。椿子、はい、桜子なでしこ的な感じで椿、ちっちゃい用の椿子と、内足用のわちゃ子をご紹介したんですけれども、後ろにある3つはまだ紹介しなかったので紹介させていただきます。まずは一番こっち、中学校の時から使っていて、もう結構ボロボロです。ただこれは本当にもうふにゃふにゃしてるんですよ。めっちゃふにゃふにゃ、すごい取りやすい。ボールはすごい吸い付いてくれるというか。はい、続いてこちらピッチャー用のグローブです。中高と使ったんですけど、友達のみなみちゃんがですね、クラスで一番可愛いみなみちゃんにミサンガを作ってもらいました。続いてキャッチャーミットです。私キャッチャーやってたんですよ。こう見えて中学校の部活も男子と混ざってキャッチャーやってたんですけど、一応ミットも持ってます。紐だけピンク色に変えていきました。グローブ磨く時とかも、もう本当にあーわちゃこーとか、あーつばき。続いてこちら、ルルン、そうチューブです。これは毎日ですね、チューブを使ってインナーマッスルを鍛えてます。はい、続いてこちら、エボシールド。フィット感を重視してですね、選ばせていただきました。やっぱり作るときに自分の形に沿って作るので、めちゃくちゃおすすめです。はい、続いてですね、こちら以前も紹介した竹虎棒です。これも家の中でシャドウしたりとかして、しなりとかがわかるから、ぜひ使ってみてください。竹虎から強奪しました。こちらはですね、ポールストレッチ、ポールですね。よく、ちょっと気になるところとかに当てたりとかして、ほぐすっていう道具になるんですけど、結構ね、ゴリゴリして痛いんですよ。けどやっぱりやった後はすごくスッキリするので、やっぱちょっと硬い方がおすすめかなと思いますね。柔らかいポールもあるんですけど、私は硬いポールを使わせていただいてます。
はい、いかがでしたでしょうか。私の自宅紹介をしていきましたけれども、今とても大変な時期ではありますが、一人一人が行動して、有意義な時間を過ごせるようにしていきましょう。この壁を皆さんで一緒に乗り越えていきましょうね。こんな時だからこそ明るく元気に、私たちクニオシ TV も、楽しい動画をお届けできるように日々頑張ってまいります。はい、ではたくさんのコメント、高評価、そしてあそお待ちしております。